休日を捧げようつもろうです。ケツメイシさんの桜聴いてください。ワン桜が散るだけに忘れた記憶と曲は何か思い入れとかあるんですか？思い入れ、カラオケでよく歌ってたかもしれない。いいですね。まあ、カラオケで歌うと楽しいですよね。こういうのね。こうラップをカラオケで歌うとなんかすごい気持ちいいですよね。そうでもないですか？いや、俺歌えてるみたいな感じしますよね。ラップカラオケでどんな歌います？あ、これあ、ちょっと今日のためにちょっと練習していただいてすいません、もう本当にありがとうございます。じゃあ行きましょうか。またねー。